ロンドンに現存するハードロックカフェの1号店ハードロックカフェはハンバーガーを中心としたアメリカンレストランである。1971年6月14日、ロンドン在住のアメリカ人アイザック・ティグレットとピーター・モートンによって設立された。アメリカ料理に馴染みがなかった欧州ですぐに話題になり、ロンドンの新名所になった。その後世界各国に展開し、現在では 北アメリカ、ヨーロッパ、ラテンアメリカ、中近東、カリブ海、アジアなど、世界の主要都市に180店舗以上がある。近年では、店舗の新規出店のほか、同じ都市の中での移転、撤退なども頻繁で、かつては店舗が存在したが、現在は存在しない都市も多い。また、世界的に見ても数は多くないが、カフェのほか、ホテルやカジノの出店も行っている。 通常自体のハードロックカフェやロゴ、ロックショップはハードロックリミテッドの登録商標である。以下の記述ではマークなどを省略する。ブロードウェイの中心部に位置するハードロックカフェの店舗1号店はロンドンのハイドパークに近い、元はロールスロイスのショールームであった。同店では1979年からロックンロールに関連する印刷物で壁を覆っている。 ハードロックカフェの店名は、ドアーズの1970年のアルバム、モリソンホテルのハードロックカフェサイドから取られたとされる。店のモットー、ラブオール、サーブオールはサティアサイババの言葉から取られた。二号店は1978年にカナダのトロントにオープンした。トロントには現在2軒の店舗が存在する。チェーンの世界展開は1982年に始まった。 モートンは、ロサンゼルス、サンフランシスコ、シカゴ、ヒューストンに店舗を開いた。一方ティグレットは、ニューヨーク、ダラス、ボストン、ワシントン DC、オーランド、パリ、ベルリン、シドニーに店舗を開いた。2006年12月、統合型リゾート事業を展開するフロリダ州のインディアン部族、セミノール族が関連事業を買収している。日本での第1号店は、 カプリチョーザなどをフランチャイズ展開する株式会社 WDI が1983年に開店した東京店である。WDI グループは1985年6月にハードロックカフェの展開権を1995年8月に20年間の独占的営業権をハードロックリミテッドと契約して WDI グループがハードロックカフェ事業部として展開している。 なお、日本国内の店舗はすべて WDI グループの直営店舗である。2017年にハードロックインターナショナルの日本法人が設立し IR 統合型リゾートの候補として北海道の苫小牧市に立候補したもので、株式会社 WDI との直接的な関係はないものとされている。ハードロックエクスペリエンス北海道として、 北海道コンサドーレ札幌のオフィシャルスポンサーや第70回、第71回札幌雪祭りのステージなどをサポートした。現存する店舗閉店した店舗今後開業する可能性がある横浜店が桃色クローバー Z の佐々木彩香のソロライブに合わせてコラボグッズを制作、販売したことがある。これは佐々木彩香がハードロックカフェを愛好しており、 名物のピンズをコンプリートしているほどのファンであることから実現した企画である。テレビ神奈川の伊藤正則のロックシティを一社提供しており、番組の収録は東京店内で行われている。ラブオールサーブオールのほか a v e the Planet, All Is One, Take Time to Be Kind, Music for Life, Humanities International などがある。 レストランの内装はアメリカ南部のダイナーとロックをモチーフのコンビネーションが特徴である。前者は、例えばチェックのビニールテーブルクロスや白色のウェイトレスの制服。後者では大音響の音楽と壁面のロックにまつわるデコレーションの数々である。さらにインテリアのコンセプトとしては板張りの床、真鍮のポールやドアノブ、店内に あえて段差をつけたり区切りをつけているなどのこだわりがある。ハードロックカフェのメニューは、ボリュームのある、本場アメリカ料理。ハンバーガーをはじめ、スターター、サラダ、サンドイッチ、パスタ、ステーキ、デザートと、多種多彩なメニューが用意されている。バーでは、オリジナルカクテルのほか、多くのドリンクがある。各国のハードロックカフェでは、それぞれのローカル料理に合わせたスター,ターを出す場合も、 多い。例えば、シンガポール店では、チリクラブや、査定などを提供している。観光客などに人気なのは、併設されているロックショップで、衣類、グラス、アクセサリーなどの各店オリジナル商品、イベントごとの特製グッズは、世界各国に多くのコレクターがいるほどの人気である。人気の秘密は、一部商品を除き通信販売を行っていないため、 各都市ごとの限定アイテムはその店を訪れた人しか購入できない点にあるが2020年によりアパレルやピンの一部商品をオンラインで販売開始。また近年古着でスウェットが爆発的な人気があるが路面店やフリーマアプリで販売されているものの多くが偽物でありタグの取り替えなどでいかにも正規品と偽って販売がされているにで注意が必要である。 ロックショップで入手できるグッズの中でも群を抜いて人気があるのがピンバッジである。ピンヘッドと称されるピンコレクターは世界各国に数万人おり、米国、欧州などには各地域にコレクタークラブなどが多く存在する。店側が主催の公式ピン交換会も世界各国の店で定期的に開催されていてピンコレクター同士の国境を越えた交流を促進している。 日本でも年1回ほど店全体を貸し切ってのピンコレクターのパーティーが毎回100人以上の参加者を集めて開催されている。他、ピンコレクションに関する非公式なサイトがネット上に作られたり、ピンコレクターの自主的な交流活動が小規模ながら地道に行われたりしている。昔、ロンドン1号店の常連だったエリック・クラプトンがバーのお気に入りの席の壁に 僕のギターを飾ってくれないか、と頼んだことから始まった HRC のメモラビリアの歴史。世界各国の HRC 店内には、ギターや衣装、ゴールドディスク、サイン入りポスターや写真等、有名ミュージシャンの記念品がところせましと飾られている。現在、HRC のメモラビリアは、ミュージシャン本人や家族からの寄贈、またはオークションで入札したもので、 6万4千点、64, 25億円を上回る価値を持つ世界最大規模のコレクションになっている。アンディ・ウォーホルがこれを表したコメント、HRC はまるでロックのスミソニアン博物館だ。は、アメリカの雑誌、ピープルで大々的に紹介された。ありがとうございます。